ーサックスプレイヤーの藤野美由紀です。早速ですが今日は楽曲の吹き方シリーズに参りたいと思います。今日はですね、皆さんもご存知のあの曲のイントロの吹き方をレクチャーさせていただきたいと思います。もうご存知ですよね。私が先ほど冒頭で吹いたあのイントロです。ディディドゥドゥディディドゥドゥ、そうです、ワムのケアレスウィスパーという曲ですね。この楽曲のイントロ、このイントロのサックスがめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に美味しいんですね。で、この楽曲のイントロを吹きたいっていう方めちゃくちゃ多いんですよ。なので今日はそのイントロの吹き方のレクチャーということなんですけども、その前にですね、この楽曲のイントロができるまでの秘話を聞いてきたので、ちょっとそちらの方を紹介したいと思います。まずこの楽曲はですね、1984年、WAM のシングルとしてリリースされた曲ですね。そして作曲者が、ダブル作曲者共作ということで、ジョージ・マイケルさんと、そしてアンドリュー・リッジリーさんですね。このお二人がこの楽曲を作ったということなんですけども、実はですね、私のお世話になった先輩がですね、ジョージ・マイケルさんのお家に行くことがあったんですね。そう、もうそれだけでもすごいですよね。ジョージさんにこの楽曲のねことを聞いたんですって。どういうことを聞いたかっていうと、やっぱりイントロですよ。このつかみのあるイントロをいつどうやって浮かんだの、なんで浮かんだの、どういう瞬間に浮かんだのっていう質問をしたらしいんですよ。そしたらですね、なんとジョージ・マイケルさんはこのイントロを指一本で作ったっていうんですね。皆さんも作曲っていうと、まあ、ギターでコードをジャラーンと鳴らしたり、まあ、ピアノでドーンドーン、まあ、ダンダンじゃないバーンとね、こうコードを鳴らしたりして、その上でこうなんとなくこうメロディーをつけていくのかなっていうイメージがあると思うんですけども、ジョージ・マイケルさんはこの楽曲をコード弾かずに指一本で作りました。ピアノを目の前にして、テンテテンテンテンテテンテンテンテテン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 、あ、こんな感じかなでサラサラサラっとこう書いた。なのでこのメロディーって指一本でできたメロディーなんですね。指一本でできたメロディー、そう考えると私たちサックス奏者も指一本ずつでね、こう押さえていくじゃないですか。コード楽器じゃないじゃないですかね。そう思うと、あのメロディーも指一本でこう押さえられてできた曲だから、我々もこう指一本ずつね、こう押さえてこのメロディーを吹いてみようっていう気になりませんか。じゃあ我々も今から指一つ一つでこのメロディーを美しくかっこよく奏でていこうではありませんか。実は私もこの楽曲が大好きで、自分のアルバムレディーサックス、2015年にリリースしたアルバムなんですけども、そこでですねカバーとして収録しています。それはですね、なんとあのチェッカーズの藤井直之さんと一緒にデュエットしているバージョンなんです。そしてその2018年だから2年後に上海、中国の上海でですね、トムさんと一緒に、台湾のトムさんと一緒に共演した楽曲ということで、 YouTube の方にも結構上がったりしていますが、私もとても馴染みの深い楽曲となっています。もうこのメロディーにこう打たれたって感じですよね。ということでレクチャーに入りたいと思います。この動画の冒頭で吹いたあの崩した感じ、まあ、崩すまではいかないんですけど、ちょっと飾り付けした感じはどんな感じかっていうのをレクチャーしていきますね。ちょっとじゃあもう一度冒頭で吹いたこのイントロを聞いてみてください。その前に楽譜通りバージョンを聞いてください。
次にメロディーフェイクバージョン。これはですね、まずこの最初のレからドのシャープにかけてホヤホヤホヤっていうマークが書いてますよね。これミミズみたいなマーク、これはですねグリスアップです。グリスダウンって聞いたことあると思うんですけども、グリスアップです。ドル、ちょっとやってみます。こんな感じですね。指はレからドのシャープにかけて、はい、お分かりになりましたでしょうか。今みたいにですね、このレからドのシャープまで丁寧にダララララララってこう上がっていくのではなく、ドルル、適当っていう言葉がとても合うと思います。ドルルルルドルル、適当にパラパラパラっと上がっていきます。丁寧にやろうとしちゃうとね、綺麗すぎるというか、これ綺麗に吹こうとしない方がいいです。はい、ドルルルルルっていうイメージなので、あの鍵盤をね、鍵盤のこの発見のところをこの手のここの指先でドゥルルルってこうやる、あの感じですよね。ここで一つ気をつけていただきたいのが、これベンドアップしてるわけじゃないんです。まあどういうことかっていうと、こういうことではないってことですねっていうことではないんですね。これ今ベンドアップでワウの方を使った口でやったんですけども、そうではなく指の方でね、ドゥルルルッね、さっきお伝えした通りにやっていくと、ちょっとこうバーンとこう押した感じで入る、イメージ的にはこう押した感じで入れるイメージになるかと思います。そしてこちらのね、先ほど楽譜通りに吹いた方はこんな感じです。なのですが、ですがちょこっと崩した飾り付けしたバージョンの方ではこういう風に吹きました。実は今の後者の方っていうのはデイブ・コーズさんが吹いているバージョンなんですね。ディリリルダララのところで今度は口でベンドダウンをかけました。わかりましたでしょうか。このラのベンドダウンをかける前にもちょっとこう装飾音符でソのシャープっていうのを入れてるんですね。まあ、この装飾音符と、そしてプラスこのベンドダウン、口でかけるベンドダウンでですね、このよりこのメロディーのセクシーさを際立たせているというか、もうさらにこうグッとくるようなイメージでね、表現しているのかなっていう感じですね。なのでまあもちろん楽譜通りの方でももちろん OK なんですけども、まあこういうのもありますよっていうことで覚えておいてください。そしてですね、次なんですけども、ここですね、分かりになられましたでしょうか。どこをいじったか、ここですね、楽譜通りに吹くとなんですけども、私こういう風に吹いてみました。
はい、これはどういう風に吹いているかっていうのをちょっとレクチャーしていきますね。これはですね、ラから半音ずつ、ソのシャープ、ソ、ナチュラル、ファシャープ、まあ、すなわちラからファのシャープまで半音ずつ降りてます。ゆっくりやってみますね。そして注意点なんですが、このラから半音ね、ファーシャープめがけて半音ずつ降りる際に同じ音量で降りないようにしてください。要は息の圧力を同じにしないでください。どういうことかというと、この息の圧力はタ、ちょっとやってみますね。はい、ここ難しいですよ。ラーソシャープソーファーシャープって吹いている間に小さくする場面を作るんですよ。スローモーションでやってみますね。難しいんですよ、ここ。でもここでまたこの色気が出せるというか、このメロディーのセクシーさがね、出せるので、ここは頑張っていただきたいところですね。なんか神谷さんって言ってるみたいですね。神谷さん呼んでるみたい。神谷さん、神谷さん、まあそれはちょっと置いといて、ラスト、ラストです。これ私結構大事かなと思う表現の一つなんですけど、ちょっと紹介させてください。これ大事だと思います。最後のファのシャープ、皆さん音量どれぐらいにします？これね、ここはね、このファのシャープ小さめに吹いた方がまたセクシーさが増します。色気が増します。こんな感じ。これをもし最後のファのシャープを同じような音量、あるいはちょっと大きめに吹くと、またなんかちょっとね、こんな感じです。なんていうんですかね、あんまりこう色気がないですよね、うん、でも本当この一つの音を小さく吹くだけで変わります。ね、この最後の音を小さく吹くだけで歌につながりますので、歌、メインの歌、ここです。ここにつながります。こんな感じですね。はい、ここね、たった4小節なんですけど、めちゃくちゃ奥深いというか、本当に魔法の指一本でこっから出てきたメロディーがもう本当に魔法のように聞こえますよね。魔法のメロディーですね、これね。なんて言うんですかね、もうグッときますよね。なのでですね、皆さんもぜひぜひこの4小節のメロディーはトライしていただきたいと思います。もしくはもうね、トライされている方もいらっしゃるかと思うんですが、今今日はこんな風にするといいかなっていうところをね、レクチャーさせていただきました。まあ私もライブとか収録とかでやるためにいろいろ研究した結果の表現方法だったりしますので、
ぜひぜひ皆さんに今日は伝授させていただきましたので、ぜひぜひやってみてください。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またこういった楽曲の吹き方シリーズっていうのもね、どんどんやっていこうと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちください。また次回の動画もよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。ではでは。